どうもこんばんは、森です。おっすおっす、黒だぞ。今回はシブロクモッドプレイ、ではなく、シブロクをプレイする上で便利なモッド群を紹介していこうと思います。最近ちょこちょこ導入してるんだよな。今回はシブロクのモッドの中でも、バランスを変更したり指導者を追加するタイプのモッドではなく、リソースの可視性を上げたり、シブロクを始めたばかりの初心者の方が、シブロクを覚えるのにあると楽になるモッドを7つ選んでみました。どれもバランスには影響を与えないので、まずはバニラ環境で遊んでみたいという人にも、おすすめのモッド群になります。長く愛されるゲームだからこそ、モッドのバリエーションはすごい多いもんな。そういうことですね。逆にモッドが多いので、厳選する意味でも紹介しようかなと思った次第です。というわけで早速やっていきましょう。エンハンスドモッドマネージャー。はじめに紹介するのはプレイに直接関係するモッドではないんですが、モッド管理を楽にしてくれるモッドです。なんかややこしいな。シブロクってメインメニューに、モッドを管理する画面がちゃんと存在するんですけど、中身はお世辞にも見やすいとは言えないんですよね。確かにごちゃごちゃしてるな。わざわざ Steam でモッドのサブスクリプションを解除しなくとも、有効と無効を切り替えられるのはありがたいんですけどね。導入するモッドが多くなればなるほど、このままでは管理しにくいんですよ。まあそうだな。そこで導入したいのがエンハンスドモッドマネージャーです。このモッドを導入すると、画面がこうなります。左右に分かれたのか。これは片方が無効で片方が有効みたいなイメージか。そういうことですね。画面左が無効中のモッド、画面右が有効になっているモッドになります。操作性は変わらず、有効と無効を切り替えたいモッドを選んで、ボタンを押す形ですね。押すと自動で左右を移動してくれます。確かにこれの方が見やすいな。モッドを導入すると、付け外しはどうしてもしたくなりますので、導入をおすすめしたいモッドになります。ちなみにですがこちらのモッド、構成を変更するという使用上なのか、有効にした上で一度シブロクを再起動する必要があるのでお気をつけください。まあこればっかりは仕方ないな。一度導入すれば関係ないしそれくらいは許容範囲だぜ。マルチとソロの環境を行き来する場合は別ですけどね。ハピネス&グロースインディケーターズ。シブロクをプレイする上で、見逃しがちな要素として、快適性と住宅があります。住宅は都市の人口の伸び率に影響するし、快適性は都市の出力に影響を与える大事な要素だな。この二つの要素なんですけど、今黒が言った通り、都市に紐づいた要素なので、通常だとそれぞれの都市を選択しないと、確認できないんですよね。住宅は不足するとアイコンが出たりもしますが、これも都市の上なので、都市が多くなるとついつい見逃しがちです。右の通知もあるけど、多くて忘れるんだよな。そんな快適性と住宅を全体として可視化させるのが、ハピネス&グロースインディケーターズです。このモッドを導入しますと、プレイ画面上部、科学や文化などのリソースが表示されるリストの中に、このような表示が増えます。おう、これどうやって見ればいいんだ。まず左の快適性ですけど、こちら5段階で表示されるようになっています。これは快適性は段階によって得られる効果が変わるためですね。真ん中が標準で、左に進むと快適性が高い都市、右に進むと快適性が低い都市と覚えれば良いでしょう。確かにそう言われるとかなり見やすいな。要は右2つの数字が0じゃなかったら、どこかに快適性が不足してる都市があるってことだな。そういうことですね。次に住宅の表示ですが、こちらは左の数字がカウントアップされていれば問題ありません。これが真ん中になると軽度のデバフが入っている状態、右になると重度のデバフがかかっている状態ですね。住宅にはバフはないから快適性の左2つがないイメージだな。そういう認識で良いかと思います。シブロクは都市が多い方が、基本的には強いゲームバランスなので、この2つは増やした都市の快適性や住宅を、一目で確認できる便利なモッドですね。ベターレポートスクリーン。シブロクには現在の世界の情報を確認できる、報告という画面があるんですが、せっかく便利なのに見れる情報と見れない情報の差が、結構激しいのがネックなんですよね。このベターレポートスクリーンは、そんな報告をより詳細に細かくしてくれるモッドになっています。なるほどな。でもこの報告ってそんな多用するか？もちろん全部を隅々まで見ることはありませんが、結構有益な情報も多いんですよ。あとこのモッドは、いくつかの可視化系モッドの、前提モッドになっていたりもするので、そういう意味でも導入しておいた方が良いモッドになっています。エクステンディドポリシーカーズ、可視化系モッドの一つで、制作カードの効果を可視化するモッドですね。ああ、これは便利だな。制作カードっていろいろ種類があるし、物によっては、出る効果が内政次第で変わるものも多いのに、バニラだと確認できないんだよな。そうなんですよ。このモッドを導入すると、こんな形で制作カードの下にそれぞれ、何がどれだけ増えるのか表示されるようになります。ちなみにこちらのモッド、
先ほど紹介したベターレポートスクリーンが、前提モッドになっているモッドの一つですね。なので導入するときはセットで導入することをお勧めします。こう見せられると納得感あるな。報告は使わなくとも、このモッドのために導入するってのもありだと思うぜ。デテールドマップタックス、シブロクを始めた段階で覚えるのが大変な要素の一つが、区域の隣接ボーナスだと思います。それは確かにそうだな。オイラもざっくりとしか覚えてないぜ。一つ二つなら計算もできるけど、複数絡むと考えるのが面倒になるんだよな。そんな隣接ボーナスを確認できるようになるのが、このデテールドマップタックスです。このモッドではマップピンを利用して、隣接ボーナスを表示してくれるようになります。マップピンってあれだよな。それぞれのタイルに刺して内製の計画したりするやつ。あれ、オイラも結構好きだぜ。バニラだと目印にしたり、都市計画に利用するマップピンですけども、このモッドを導入すると、こんな形でそれぞれのマップピンの下に、ボーナスが表示されるようになります。お、なんかすげえ。しかもこのモッド優秀なのが、現在の状況を鑑みるのはもちろん、マップピン同士の隣接も考慮してボーナスを計算してくれます。どういうことだ？例えばキャンパスのマップピンを刺しまして、隣に政府複合施設のマップピンを刺しますと、ちゃんとキャンパスの隣接が一つ増えるんですよ。お、なるほどな。これは確かに便利だわ。しかもカーソルを合わせれば、ボーナスの内訳も確認できるので、隣接ボーナスを覚えるのにも役立ちます。確かにこれは便利だな。特にこれこそ初心者向けのモッドって感じがするぜ。そうですね。隣接ボーナスを覚えるまでのサポートとして、非常に有用ですね。ちなみにこのマップピン、区域だけでなく地形改善も対応しているので、そのあたりも考慮できるのも強みですね。クイックディールズ、AI との取引をやりやすくするモッドですね。AI との取引ってそんな困る部分あるっけ？ AI との取引って、基本的に1対1でしか見れないじゃないですか。そうだな。このモッドでは専用画面で、取引の内容を比較しながら取引をすることが可能になっています。あ、それは便利だな。特にゴールドとの取引は、現在持ってる量もそうだが、ターンゴールドでも上限を決めてるっぽいから、比較したい時多いんだよな。これならいちいち全部の取引を見て回る必要もなくなりそうだ。そういうことですね。こちらが購入するのにも利用できますし、非常に便利なモッドです。これまで紹介したモッドと比べると、独自のインターフェースを追加するので、操作に多少の慣れは必要ですが、ぜひ追加しておきたいモッドですね。グレートワークスリュアー。こちらは傑作に関連するモッドですね。傑作か。文化系の文明やるとちょこちょこ手に入るけど、いろいろわからない要素多いんだよな。テーマ化とか。ちょうどそのあたりを補填してくれるモッドですね。上にいろいろタブが追加されまして、種類別や都市別に並び替えができるようになります。確かにこれは便利だな。そして私的に最もこのモッドですごいのが、芸術品のカテゴリー分けですね。いわゆるテーマ化のポイントになる部分なんですが、こちらを色と数字で見やすくしてくれます。お、これは確かにわかりやすいな。色を合わせて違う数字のものを入れれば、それだけでテーマ化させることができます。これは本当に初心者におすすめしたいな。というわけで今回は、初心者におすすめするプレイが楽になるモッドをまとめてみましたが、なかなか有用なモッドが多かったな。おすすめなのも納得だぜ。ものによっては初心者を脱却する頃には、使わなくなるものもあると思いますが、それも指針の一つになるかなと。制作カードのやつとか、傑作のやつはいつまでも使いたいモッドだろうけどな。そうですね。ソロではどんどんモッドを増やしてもいいんじゃないかと思います。基本的には互換性も高いモッドが多いですしね。というわけで今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。ご視聴ありがとうございました。良ければこの動画も見てってくれよな。